民地海峡の一民地海峡は、スコットランド北西岸の海峡。通称北民地海峡は、ハイランド北西部と、北方のインナーヘブリディーズ諸島、ルイス島及び、ハリス島を含むアウターヘブリディーズ諸島と分ける。下民地海峡は、通称リトル民地海峡といい、スカイ島からアウターヘブリディーズ諸島のノースウィスト島、ベンベキュラ島、サウスウィスト島、バラトーラを分ける。 ヘブリディーズ会に向けて開いている。幅は30キロから70キロで最長部で110キロある。下民地海峡は幅25キロである。民地海峡計画が地元自治体とハイランド議会、スコティッシュナショナルヘリテージの連携で進められている。目的は海洋汚染の防止、侵食の縮小、ゴミの削減、観光宣伝などである。 特に、民地海峡でのホエールウォッチングが知られる。汚染問題は、民地海峡が海上輸送の混み合った場所であることから、特に問題視されている。民地海峡を横断する商業フェリーの運航は、カレドニアンマクブレーンが行っている。ありがとうございます。